酸素電解法酸素電解法とは、アルミニウムを高潤化する電解法である。酸素電解生成法とも呼ばれ、1901年にアメリカのフープスによって発明された。原料には、純度99.85%のアルミニウムが使われ、アルミニウム1トンあたり14000から1 5 0 0 0アワーの電力が必要となる。 大量の電気を使うことから最近では電気の消費量の少ない変積法が主流である。国への路上二度を40%、アルミニウム60%の合金を溶融状態で貯留して全体を溶極とし、その上にフッカバリウムを加えて、比重2.7以上に調整した氷晶石に飽和量のアルミナを加えたものを満たして電解浴とする。 その上に溶油高純度アルミニウムと黒塩陰極を置く。ローンを摂取線の前後に保ち5から 7V の電流を通すと、溶極アルミニウムが欲を通して選択的に、比重2.3の高純度アルミニウムとなって浮上し、陰極に積出する。純度99.98から99.998%の高純度アルミニウムが得られる。現在では、住友科学により、 表彰席よりも低優点の溶融樹を用いた方法が開発されている。この方法によりローンを750摂取800度に抑えることができる。ありがとうございます。